卵胞刺激ホルモン、卵胞刺激ホルモン、または、露胞刺激ホルモンは、脳下水体全容の、生鮮刺激ホルモン酸性細胞で合成、分泌されるホルモンである。卵巣内で未成熟の卵胞の成長を刺激し、成熟させる。卵胞を成長すると、インヒビンを分泌し、FSH 酸性を遮断する。男性において、FSH は、精巣のセルトリ細胞の、 アンドロゲン結合タンパク質の酸性を増幅し、これは精子形成に重要である。FSH は糖タンパク質で二両体のタンパク質サブユニットの、それぞれが糖へ結合している。その構造は、大体形成ホルモン、甲状腺刺激ホルモン、ヒト重毛性後などトロピンと類似している。タンパク質二両体には、アルファー及び、 ベータサブユニットと呼ばれる二つのポリペプチドユニットが含まれる。LH、FSH、TSH、HCG の α サブユニットは同一で92のアミノ酸からなる。ベータサブユニットは異なっており、FSH では118のアミノ酸からなり、得意な生物学的作用を与えて、FSH 受容体との相互作用の源となっている。このホルモンの等の部分は、 グルクトース、ガラクトース、マンノース。ガラクトサミン、グルコサミン、および生物学的半元期へ重要である、シアル酸からなる。FSA1 の半元期は3から4時間である。アルファサブユニットの遺伝子は、染色体の 6P21.1 から23へ位置し、異なる種類の細胞で発現している。ベータサブユニットは 11P13 に位置しており、 脳下水体の生鮮刺激ホルモン酸性細胞で発現する。そして、生鮮刺激ホルモン放出ホルモンにコントロール、インヒビンに抑制、アクチビンに増幅される。男女療法で FSH は生殖細胞の成熟を刺激する。女性ではエストロゲンの酸性を刺激する。また、FSH は卵胞の成長と同時にインヒビン B の上昇。 fsh 水準の低下を開始させる。それは排卵へ進む、最も発達した卵法を一つだけ選ぶために、重要なようである。カルマン症候群死傷株、抑制下水体機能不全高プロラクチン血症、生鮮刺激ホルモン血損傷生鮮抑制療法、GNRH アンタゴニスト GNRH、アゴニスト下水体主要生鮮機能不全療中の、 人ト衰退体生成腺刺激ホルモンの製剤で FSH が LH と混合されたもの、生成された FSH が市販されている。2019年現在、処方箋医薬品で薬価収裁されている医薬品は、薬価基準未収裁の医薬品は、ありがとうございます。